ングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。 M1 チップ搭載のね、Mac とか MacBook で不具合発生かもということについてね、説明したいと思います。まあ、SSD のね、この異常なスワップっていう問題が一部でね、発生して、じゃあ M1 のね、この MacBook 購入大丈夫なんですかみたいな声とかまああったりしたので、まあそもそもね、まあどういった、じゃあその問題があって、まあ心配ね、じゃあすべきなのかっていうことだったりですね、じゃあその問題を防ぐためにはどうしたらね、まあどうすべきかについてね、説明したいかと思います。こちらのチャンネルではですね、Apple 製品をはじめとするリーク情報の分かりやすい解説だったりですね、賢い買い方ですね、ガジェットのレビュー動画っていうのをね、定期的にアップしてますので、まあ、ぜひチャンネル登録していただいて、最新情報を受け取ってもらえればと思います。で、またね、こう、いつもご覧になってる方のね、9% しかまだ、チャンネル登録されてないので、毎回見てるけど、なんかまだ登録してないな、みたいな方は、ぜひ、登録していただけると嬉しいです。あと、まあ、通知ベルもね、一番右通知ベルもオンにしていただくと、最新情報届きやすくなりますので、こちらはまだ、チャンネル登録者の 8% ほどぐらいなので、まあ、どんどん上がってはきてはいるんですけども、まあ、動画のクオリティとかね、自信を持って毎回ね、ちゃんと作り込んでますので、ぜひね、通知ベルオンにして、こちらも情報をどんどんね、受け取ってもらえればと思います。あと、ま、ツイッターも日々更新してますので、さらなる最新情報はね、こちらから、フォローもお願いいたします。で、昨年ね、11月に新登場しました、まあ、アップルのね、M1 のこの Mac っていうものは、まあ、期待以上のね、性能で、ま、驚きをね、与えた上にですね、まあ、アップルのやっぱ売り上げとか、その市場のシェアもね、こう上げるぐらいの、まあ、影響をね、与えてたわけなんですけども、まあ、約1ヶ月ほど前に M1 Mac ね、これ大丈夫かみたいなね、まあ思うような問題ですね、購入してこれ大丈夫なのかなっていうね、まあっていうようなね、ちょっとまあ不具合のね、報告がいくつかこう出てきましたと。はい、これが今回解説するですね、まあ M1 Mac の SSD の不具合っていうね、ことについてですね、まあ何があったかっていうと、要するにこのデータをね、まあ例えばその記憶する SSD というね、場所ですね、で、やっぱ短期間にその異常な書き込みが行われているということ、書き込みが、見られたということですね。まあ、つまりこのままだと、要するにデータを保存するとこの、この SSD の寿命が、これ持たない、寿命がもうなくなっちゃうというか、持たないというか、まあ、何かしら不具合が起きてしまうので、これ大丈夫なのかっていうね、ところですね。まあ、例えばこの Apple の開発者の、ロングホーンさんっていうね、これ Twitter なんですけども、っていう方が、まあ、M1 Mac のその SSD の使用状況っていうものをツイートしてたんですけども、まあ、大体2ヶ月でもう1% ぐらいね、寿命がこう減っちゃったっていうね、ツイートをしてるわけですね。まあ大きな原因がやっぱスワップというものじゃないかということで、まあメモリのね、一応 16GB のモデルであっても結構まあ発生してたっていうね、異常のスワップが発生してたっていうことですね。このツイートをですね、きっかけにして、まあ他のその M1 Mac ユーザーの方がね、同じようなこう問題の報告がこう続々となんか上がってきて、もう俺もみたいな感じです。で、中にはやっぱ2ヶ月ぐらいの使用で、例えば寿命のもう 10% ほどを使ってしまったみたいなね。まあ大体やっぱこの SSD って5年とか10年持つとか言われてるんですけども、こう2ヶ月でもう 10% ぐらいね、ダメになっちゃってるって考えると、これは劣化のペースが、ね、めちゃめちゃ早い。ね、早すぎるということですよね。はい。仮にこのペースで使っていくと、じゃあもう壊れてしまうとか、やっぱバグが起こってしまう可能性が非常にこう高くなっちゃうってことですね。で、またこれね、残念なことね、アップのこの記憶容量である SSD はですね、まあ、直接やっぱ Mac にこう接着されて、ハンダ付けされてるので、まあ、例えば自分でこう、なんか取り外して交換みたいなのね、まあ、できないんですよね。まあ、なので、まずはですね、不具合のじゃあ原因とされる、この SSD のじゃあスワップって、まあ、そもそもどういうものなのかっていうね、ことなのかをですね、まあ、ちょっと解説してですね、まあ、で、それをちょっと理解した上で、これからじゃあ M1 MacBook を、購入する上で、例えばじゃあ心配すべきなのかどうか、まあ、そちらについてね、ちょっと説明したいかと思います。まずその SSD のスワップってね、なんだよっていうことだと思うんですけども、じゃあどう機能しているのかっていうのをできる限りちょっとわかりやすくね、解説したいと思います。まあ、例えばパソコンでこうアプリとかね、開いてるとき、こうデータを一時的に保存する場所ですね。まあ、データをこう一時的に、まあ、RAM ですね。まあ、ランダムアクセスメモリとか言ったりしますけども、まあ、一般的にはメモリとか言われる場所に、一時的に保存してるんですよね。あとまた一般的にそのデータを保存する容量ですね。ストレージ容量とか。言われますけども、まあ、Mac は例えば 256GB のモデルとか 512GB とか、まあ、iPhone だったら 64GB とか、まあ、あるじゃないですか。まあ、これ Mac の場合一応、まあ、SSD というものが入っていると。まあ、そういう SSD と呼ぶんですけども、まあ、基本的にはそれと一緒なんですね、メモリも。ただ、この SSD と、この RAM、メモリと呼ばれるものの大きく違う点が一つありまして、これデータの転送スピードですね。で、ラムの方は、要するにメモリの場合だと SSD よりも高速にデータの転送ができるっていうものになってます。まあ、なんでこれデータをね、高速で転送する必要があるかっていうと、まあ、例えば僕はフォトショップっていうね、アプリで
YouTube のサムネイル作ってるんですけども、まあ、例えばこう、画像の位置を変えたりとかね、まあ、文字の位置を変えたり、まあ、したりね、これ結構したりするんですけども、まあ、要するにこういうのを、毎回記憶したりしてるんですね、ラムの方で。まあ、要するに常に変わるので、やっぱスピード重視じゃないといけないということですね。まあ、なんでこう、最終的にやっぱアプリを閉じるまでは、まあ、アプリのこのラムファイルっていうのをね、読み取って更新して、るんですけども、アプリを閉じるとこの RAM のデータファイルですね、まあ、RAM ファイルっていうものが解放、まあ、いわゆる消去されて、まあ、他の例えばアプリでこうメモリが使えるようになるっていうね、まあ、仕組みなんですけども、じゃあ、じゃあ複数のねアプリを使う場合ってあるじゃないですか、まあ、それがもう基本的に多いと思うんですけども、じゃあその場合はじゃあもちろんですけど記憶することもね、多くなるのでどんどんこのメモリをね消費されていくってことになるんですが、まあ、メモリは結構なんでその作業台の広さとかね、表されたりしますと。はい。まあ、同時にいろんなことがね、メモリが多いとできると。はい。なんで、アプリを開いて、重めのね、こう、作業しすぎると、メモリの、容量がね、こう、不足してますみたいなね。まあ、こういうような、警告が出てきたりするんですよ。まあ、実際に僕が、M1 の MacBook のね、メモリの 8GB モデルで、起こったことなんですけども、まあ、詳しくはこちらの動画でね、解説してますので、その原因とかについては、これぜひね、こちらも、見てもらえればいいと思うんですが、まあ、つまり、このメモリ不足の状態でアプリとか使っちゃうと、やっぱアプリ起動できなくなったりな、しちゃうので、やめてくださいっていうことですね。まあ、警告なんですけども、まあ、ただ実際これはかなりね、意図的にしないと、まあ、起こることはないです、これは。まあ、そういうように、パソコンは作られてるわけですね。まあ、ここで、じゃあメモリ不足にね、実際物理的なメモリがなくなった場合に、パソコンがこう落ちたりですね、まあ、バグが起きたりしないように、スワップっていうことをね、行うんですよね。はい。で、まずこのメモリ不足っていうのをね、まず防ぐために、まあ、物理メモリがなくなると、まあ、システムの方はメモリを使っている全てのアプリってまずこうバーって調べるんですね。はい、じゃあどのアプリがじゃあどれぐらいね使ってんのかなみたいなを見ますと、はい、でその次にそのアプリの中で要するに優先度の低いものを、まあ、見つけるんですね。まあ、基本的にそんなパフォーマンス使わないやつ、まあ、例えばその、まあ、メールとかなんかカレンダーのアプリとか、すごいシンプルなやつですね。でその後にでシステムはその優先度の低いアプリの、メモリ、まあ、RAM ファイルを取得して転送するんですよ。はい、じゃあどこに送るかっていうと SSD ですね。要するに普通に写真とか書類とか普通に保存してある場所に転送すると。これが基本的に SSD のスワップと言われるものですね。要するにメモリーがやっぱなくなってやっぱアプリが落ちたりとか、まあ動かなくなったりようなバグを防ぐために一般的なその容量の方 SSD の方に、まあ、優先度の低いですね、まあ例えばメールとかカレンダーとかのアプリをまあ一時的にそっちに保存しておいてやっぱ安定して動かせるようにしようっていうね、まあ要するにそのパソコンのまあ仕組みの一つだと思ってもらえればいいと思います。まあ、例えばその家がね、じゃあ、すげえ物だらけになってて、今、何も置けないっていうね、状態で、まあそこで、例えばその、なんか予備のね、倉庫とかに、じゃあ使わないものをちょっとこっちに置いとこうみたいな。まあそういったイメージでいいと思いますね、スワップは。はい。まあスワップの意味的には、まあちょっと交換するって意味には、まあなるんですけども、まあちょっとやっぱ少しね、まあややこしい部分とかもね、あると思うので、ん?みたいな、スワップみたいな、まあちょっとね、なっちゃった方は、ちょっと何度かね、また動画をこう、見直してもらえればいいと思います。じゃあそこで何が問題なのかっていうね、ところですよね。っていうと、スワップした際にはですね、要するにその SSD の方にね、容量を一時的に保存していくってね、説明したと思うんですが、まあ要するにこの、まあ容量をその移すってことね、ことをまあ書き込みとかね、言うんですけども、まあつまりその書き込む量が、まあ増えるんですよね。で、この SSD には、まあ最初ちょっと言ったように書き込める量っていうね、まあ、いわゆる寿命っていうのが決まってまして、要するに書き込みのデータ量が増えることによって、どんどんその、要するに故障する確率が高まっていくというか、まあ、なんでそれが逆に早すぎると、こうパソコン大丈夫かって、大丈夫かってなりますよね。すげえ書き込みされてるみたいな、短期間で。まあ、なので、まあ、SSD の、まあ、スワップっていうのは、まあ、本来は本当記憶されるべき、まあ、RAM とか、要するにメモリですね。メモリ上で行われない場合に、要するにされるんで、まあ、それがやっぱ、まあ、異常に多かったりすると、やっぱ寿命がね、どんどん縮まっていくんじゃないかっていうね、ことが、やっぱ今回の、まあ、M1 Mac で起こった問題っていうね、ことなんですけども、まあ、もちろん、まあ、スワップ自体は別に Apple のこの Mac だけじゃなくて、まあ、Windows とか、まあ、他のパソコン、Linux とか、まあ、そういったものでも、システムのスワップは行われているので、まあ、別にアップルだけのことではなくて、まあ、安定したその性能を発揮するためには非常に役立つ仕組みではあるんですけども、ただこの、まあ、要するに SSD への異常なね、書き込み、そのスワップ
問題が、要するにこの Apple の M1 の Mac だけで起きてるんですね、今。やっぱ基本的にやっぱ M1 チップっていうのが他のパソコンとやっぱ構造が違うっていうところがね、結構影響してるんじゃないかなっていうところで、これ M1 チップっていうのはユニファイドメモリっていうね、構造を採用してるんですけども、まあ例えば今までのパソコンではね、まあ部品ごとでパーツっていうのがね、分かれてるんですよ。例えば CPU とか GPU とか、あとまあメモリとかもね、まあ分かれてた場所にあったりするんですけども、それが一体化してるんですよね、M1 チップは。まあなのでそれぞれの結構連携スピードが速かったりすると。まあいわゆるそのレイテンシーっていうものをですね、まあ要するに遅延が大幅に結構削減されたり、してるわけですね。まあ要するに変なこう待ち時間とかすごい減って性能アップに。まあこれが繋がってるっていうね、一つの要因ではあると思うんですけども、まあ実際に僕もインテル版の、例えばフルスペックのね、MacBook Pro の13インチとこの MacBook、M1 のね、MacBook Air を比較した動画あるんですけども、やっぱ従来の RAM ですね、メモリーとかよりも、まあ非常にやっぱ効率よく動作してると。まあなのでユニファイドメモリーはやっぱ M1 Mac がこう非常にね、効率よく動く、うまく機能してる理由のね、一つなのかなと。思いますと。ということで、まあ一応全体的にまあ SSD スワップの仕組みとか問題をね、今ちょっと解説したので、これはじゃあ実際にじゃあ問題なのかっていうね、についてとか、じゃあこれからじゃあ購入する際に、じゃあこれ心配すべきなのかっていうことをね、見ていきたいと思います。で、最後にその、じゃあこの問題のね、解決策というか、まあどうやったらちょっと防げるのかっていうことについてもお話ししたいと思います。まずとりあえずまあ僕のこの M1 MacBook Air はちょっと大丈夫なのかっていうのね、ちょっと確認してみました。で、今回DX ドライブっていうね、ソフトをですね、はい、SSD 要するにドライブの状態をね、これ確認できるんですけども、まあこれ簡単にダウンロードするだけなんで、最初の15日間無料で使えるので、まあ全然それでいいと思うんで、まあ気になる方はちょっとこれ確認してもらえればと思いますが、はい、一応僕が使ってるのは M1 MacBook のメモリーが 16GB で容量が 1TB のモデルですね。だいたい昨年の12月ぐらい購入して、まあなんで4ヶ月ぐらいになるんですかね、このモデル使ってから。使ってるんですけど、今のところね、一応状態としては 100%。っていうところで、全く特にね、SSD に問題は見当たりませんでした。まあ一応こうなんかパワーオンタイムっていうのが、なんか電源が入って一応 SSD ドライブがね、動いてたっていう、まあ時間らしいんですけれども、これが大体でも6日間分ぐらいなんですね。144時間だったんで、まあ仮にまあ5年ぐらいしかまあ持たないと考えても、まあ5年が大体4万3800時間なので、まあ全然余裕かなっていう感じですよね。まあ、10年ぐらいは全然余裕で、まだまだ持ちそうな、感じですけども、まあ、一応海外のサイトとか、まあ、いろんな方の結果とかね、まあ、調べて確認してみたんですけども、まあ、大体はやっぱ0から 1% ぐらいの、まだまだ寿命を使ってるぐらいでしたね。まあ、さすがには 10% の寿命、%もすでにね、もう消費しちゃってるみたいな方を見つける、使ってる人を見つけることは、やっぱなかったですね。はい。まあ、全然大丈夫そうかなっていう感じですね。まあ、なんでちょっと結論から言うと、特に、心配する必要は全くないと思います。じゃあどうしてその 10% の例えばね、寿命が短期間で減ったような方っていうのはどういったことが原因で起こっているのかってことですよね。まあ、何なのかっていうのをちょっとまあ調べてみました。まあ、やっぱその多くは基本的にやっぱソフトウェアのバグかなっていうところで、まあ、例えば Mac のその OS 自体のものとかだったりですね、あとまあ結構多かったそのスマートモニタリングツールっていうね、大体この Mac の SSD の状態をね、調べるツールがあるんですけども、まあ大体それを使ってる方が多かったんですけども、まあなんで考えられる原因としては、やっぱロゼッタ2っていうものがね、絡んでるんじゃないかと。絡んだ時に結構大量のそのスワップが引き起こされてるっていうのが、それの可能性が一番高いんじゃないかなと思いますね。発見した人が、まあ結構一定数いたりしたので、まあロゼッタ2自体は特に M1 Mac でしか、まあ使われてないので、やっぱ M1 だけにその大量スワップがね、まあ出ているっていうのが原因とも合うかなっていうところで、まあこのロゼッタ2っていうのが今までの、まあ例えばアプリっていうのはそのインテルベースでね、動くように作られてるんですけども、それってM1 のチップ上では動かないんですよね。動かないんだけど、そのロゼッタ2っていうものがね、こう間に入ることによって動くようになるんですけどね。要するに変換してくれると。本当に分かりやすく言うと、英語を本当に日本語に翻訳するみたいなと同じですね。はい。まあ、それを全然後ろでね、僕らが全然見えないうちに勝手にやってくれるんですけど、まあ、で考えられる原因としては、まあ、基本的にやっぱそのソフトウェアの相性とかで、やっぱ引き起こされる可能性が高いじゃないかなと思います。はい。つまり、ということは、まあ、将来的に Apple がじゃあアップデートで改善できる可能性も結構高いんじゃないかなと。思いますね。はい。でもおそらくまあもちろんこのアップルのエンジニアの方みたいなね、めちゃめちゃ優秀だと思いますので、実際もうすでにもう発見していて、まあ修正に取り組んでるんじゃないかとは思いますが、はい。はい。僕らの知らないところで。今回その不具合っていうのは非常にね、少ない割合、母数に関して基づいてますので、まあ実際全然問題ないかと思います。そもそもそんな問題知らないよっていう方が多いと思いますし、
まあ心配する必要もないと思うんですけども、まあとはいえまだね、ちょっと心配かなっていう方のために、じゃあ最後にじゃあ M1 MacBook をね、購入する際にできるね、まあ気をつけるべき点ですね。こうやった方が、まあ SSD のその消耗みたいなのは防ぎやすいんじゃないかっていうことをね、ちょっとご紹介したいかなと思います。で、主にね、まあ方法としては、まあ2つなんですけども、1つ目が、この SSD の容量を、まあちょっと大きめにしておくってことですね。まああくまで、まあこれもまあ保険みたいな感じなんですけども、容量が、まあ基本的に多ければ多いほど、傾向としては書き込みにその対する寿命は長くなるっていうね。まあ例えば MacBook をこれから、まあ購入して、じゃあ長期間ですね、まあ5年とか10年とか使うよみたいな、使いたいような方はですね、大きな容量にしておく。まあ例えば 1TB とか 2TB とか。にしておくのが、まあ一応まあ対策の一つとしてはあるのかなっていうところですね。ただ別にじゃあ容量が少ないからってダメかっていうと、まあそういうわけでもないと思うので、まああくまで少ないよりは多い方がいいよねっていうぐらいのレベルですね。で、二つ目としてはメモリ。まあ物理メモリをやっぱり 16GB に増やしておくっていうことですね。まあやっぱり 8GB よりはもちろん 16GB の方がスワップする、まあ物理的な量は減りますので、少なくなるので、要するに長持ちする可能性は当たり前ですけど高くなりますよね。まあ簡単なところではあるんですけど、まあ M1 MacBook 自体はね、素晴らしい製品のね、一つでありますので、特に購入にね、前向きに慣れたっていう方はですね、まあ、概要欄にちょっとリンクありますので、ちょっと覗いてみてください。はい。で、またお得にね、この M1 MacBook をね、購入する方法も解説してますので、まあ、Apple 製品すべてですね、はい。こちらの動画も、もしよろしければご覧ください。で、この動画少しでも役に立ったなと思った方は、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録ですね、通知ボタンも押してもらえればと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。